こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、我が心のクラブの一つマンチェスターユナイテッドのお話を前編後編の2回に分けて皆さんにお届けできたらなと思っております。では早速始めていきたいなと思うんですけれども、今回お話ししていく内容なんですけれども、前編今回お話しすることなんですけれども、現在マンチェスターユナイテッドが戦っていく中で、多くの報道がされていると思います。この選手来るんじゃないかな、この選手獲得するんじゃないかな、逆にこの選手放出されそうだな、本当に多くの報道がされていると思います。私マスもですね、普段からたくさんのラジオ投稿させてもらってまして、そういったお話をね、させてもらうことはたくさんあるんですけれども、そういったことをですね、たくさんこう集約しながらですね、来シーズンのスカッと前編に関しては現実的なところをですね、捉えていきながらちょっと紹介していきます。そして後編に関してなんですけれども、あくまで告知的なことになるんですけれども、前編に関しては報道が出ていることをベースにお話ししていくんですけれども、後編に関しては報道とかほとんど出てないし全く出てないと言っていいんですけれども、私松が監督だったらこの選手取りたいなっていう選手、この選手取れそうだなっていう選手とかをちょっとベースに後編に関してはお話ししているので、ぜひ前後半、両方とも聞いていただけたらなと思います。はい、では、来シーズンのスカッと、現実的なところを捉えていきながらのお話、前編ですね、お話ししていきます。まず現状のマンチェスターユナイテッド、エリック・テンハグが監督を務めておりますけれども、皆さんの評価は皆さんね、それぞれが考えられていることを、SNS などにね、投稿されたりとか、ツイッターでつぶやかれたりとかね、私の、ツイッターに、リプライを送ってくれたり、リツイートで送ってくれたりする方もいらっしゃって非常にね、嬉しいんですけれども、多くの方がですね、非常に、前向きに、捉えられている方が多いのではないかなと思います。もちろん課題はあるし、成長しなければならない部分っていうところもですね、現実的に見ながらではあるんですけれども、例年のマンチェスターユナイテッドに比べるとですね、非常に、向上心もありますし、チームとしてのまとまりもありますし、組織としての戦い方もですね、明確に定まっている中で、個人がね、生きるような形っていうのをですね、時間をかけて、作り上げていくんだろうなっていうところもね、感じ取れるような内容になっていますので、注目されている方も、これからね、期待している方も、徐々に、多くなっているのかなと。マンチェスターユナイテッドのね、サポーターの方々が増えれば増えるほど、私松にとっては非常に嬉しいですし、やっぱりね、サッカーという、ニーズが、やっぱりね、より多くの世代に引き受けられて、なおかつ、これから先の未来にもね、続いていくためにはいろんな方にね、サッカーに興味を持ってもらうことが必要ですから、ぜひね、マンチェスターユナイテッドに興味を持ってもらえたらなとは思うんですけれども、もちろんね、他のチーム応援されることも大事なんですけれどもね、はい。で、そのチーム、そして監督ということで、形は 4-2-3-1 がベースになってます。状況によっては 4-3-3 を使ったりとか、可変で3バックを採用したりとか、するような、戦いぶりかなと思うんですけれども、現状のスカットを考えたときに、ゴールキーパーデヘア、で、4バック、右サイドバックはダロトが使われたり、ワンビサカが使われたり、で、センターバックに関してはバランとリサンドロ・マルティネス固定、で、左のサイドバックはルークショーが、ある程度固定で、ラシアが状況によっては使われる。ダブルボランチは、カゼミロ、で、怪我がなければエリクセン、で、フレジだったりとか、マクトミネとかちょっと厳しいかな。なので、この3枚がベースになってて、右に関してはアントニー、もしくはブルーノが流れる。で、トップ下はブルーノが本軸で、ベホーストが使われたりもする。で、左に関してはラッシュフォード、そしてガルナチョというタレントも出てきてる。怪我しちゃいましたけどね。で、ワントップに関しては今はベホーストが、完全な軸で、マルシャルはちょっとこの先どうなるかわかりませんというような状況かなと思うんですけれども。まず、チームを強化していく、構築していくっていう上で、今のマンチェスターユナイテッドが取らなければならない行動は、補強よりもまず売却だと思ってます。お金がね、よくあるあると言われてるんですけれども、ユナイテッドはですね、過去にたくさんお金を使いすぎてますし、その支出に対しての収入っていうところで、やっぱりチームでチャンピオンズリーグに出るとか、勝ち上がっていくとか、タイトルを取るとか、そういったところで見込める収益っていうのを、お金を使った分の収入っていうのがほとんど今まで見込めてない分、
どちらかというと赤字がね常に続いていたんですよ。まあそれはね皆さんもご存知のところかと思うんですけれども、まあそういった状況がずっと続いていたこともあって、まあお金がね、まあたくさん使えるわけではないと。もちろんね全くないというわけではないと思うんで、このクラブの規模なんでね。まあなおかつまあオーナーが変わったりとかするっていうこともあるぐらいなので、まあ本当にまあどうなっていくのかっていうのはもちろんわからないんですけれども、まあ現状のスカッドをまずはまとめていく必要があるので、まずは売却。で、あの現状、まあ、売却の報道がされている選手たち、もしくはまあ立場的に危ういと言われている選手たちが、まずはデヘア、マグワイア、マクトミネ、ファンデベーク、エランガ、マルシャル、このあたりかなと思います。で、まずデヘアに関してはですね、まあ、ファブリツィオ・ロマーノ氏もまあツイートされてますけれども、まあ、残留する可能性もあると。まあ、今ね、非常にこうチームとして戦っていく中で、まあ、まとまりが出てきていますので、まあ、ユナイテッドからすると、まあ、間違いなくこの先ね、まあ、ゴールキーパーっていうところは補強ポジションなので、いずれはデヘアからね世代交代っていうのは必ず行わなければなりません。それはもう明確だし、まあ、今戦っている内容の中で、まあ、デヘアのキックじゃちょっとまあ厳しいなっていうところもね、まあ、感じる瞬間はやっぱり目立つところは目立つので、まあ、近々ね変わっていくことは間違いないんですけれども、まあ、エリック・テンハクとしてもですね、補強資金っていうのは無限ではないので有限ですので、まあ、そのあたりで、まあ、デヘアをもし放出することができる、もしくは、高い金額で売ることができるっていうことができたのであれば、ゴールキーパーを取りに行くだろうなと。ただやっぱり売れないとか、残留メインになってるとか、そういった中でさらにゴールキーパーを加えるだけの資金があるのかって言われたら、まあ、そこは多分厳しいだろうと。他のポジションに相当なお金を使うことになるからですよね。なので、まあ、デヘアは売却されるかされないかは正直彼次第と、まあ、クラブがそれほどの圧力をかけたりとか、まあ、申し訳ないけれども、まあ、新たなゴールキーパーを取る前提でもうチームは動いてますよというふうにね、まあ、デヘアにも説明することでしか、まあ、彼の退団もしくはもう去就というのは変わっていかないことだと思うので、まあ、現状ねデヘアに対してやっぱりテンハグも信頼を置いて、あれだけ使っているわけだと思うので、まあ、構築の初年度なんでね、当然やっぱりこう分からないこともあるし変わっていくことも多いし、まあ、マンチェスターシティのペップもね初年度と、まあ、今のチームとかもろもろ比べたら全然違うじゃないですか。だって初年度とかコラロフとかいたでしょ、サバレタとかいたけれども今も全然違うじゃないですか。まあ彼らはね、まあ、年齢を重ねてきていたこともあるけれども、マンガラとかいたじゃないですか。でもやっぱり今は違うんでね、やっぱりそういう風にチームを構築する上ではね、まあ、選手が変わっていくのは当然なので、まあ、時代の流れもそうですけれども、まあ、デヘアもね、まあ、それを受け入れざるを得ないですけれども、まあ、彼に関してはもう先ほどまあ紹介した通りと。で、マグワイアに関してはですね、まあ確かにキックは上手かったりとか、まあ、ヘディング強いとか、フィジカル的には強いとか、確かにそういったところは持ってるんですけれども、まあ、アジリティの部分とか、まあ、判断の部分とか、ボールを持ち運ぶ、まあ、場所とか、あとはもうハイラインのサッカーにはちょっと適していないとか、まあ、スピード不足とか、まあ、結構いろいろ言われてるじゃないですか。で、まあ、私松はまあ、マンチェスターユナイテッドの他に、まあ、バイエルンをまあ応援させてもらってるんですけれども、バイエルンも相当ハイラインのサッカーを今までたくさんしてきてるんですよ。まあ、今もハイラインのサッカー普通にするんですけれども、やっぱり背後にスペースがある中でスピード不足っていうのは本当にまあ難しいというか、ジェロム・ボアテングっていう選手、まあ、ご存知ですかね。まあ、知ってる方の方が多いかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、彼もねそんなにスピードがあるタイプではないんですよ。まあ、キックはめちゃめちゃうまいし判断はもう本当に素晴らしい選手で、まあ、能力値はすごく高いんだけれども、まあ、スピードのところとちょっとまあアジリティがそこまでないかなっていうタイプではあったんですよ。ただやっぱり戦術理解度とか、まあ、キックとかもろもろのその総合値の高さで、まあ、バイエルンのスタメン勝ち取っていた、まあ、スーパースターなんですね。ハンジフリックにもそうだし、ハインケスもそうだし、まあ、ペップにも相当信用されて使われていたタレントなんで、まあ、それだけの選手だったんだけれども、彼ですらやっぱりスピードがないって言われていたぐらいなので、正直まあマグワイアのスピード不足は正直否めないというか、まあ多くの方が知っていることですけれども、まあこれから先ね相当ハイラインを敷いていくサッカーも多分対戦相手によってはすると思うので、
まあ、ブロック守備をするような戦いをね、まあ、この先するんだったら、残しておくのもありだし、まあ、守備固め的な形でね現状まあ使われていることが多いんですけれども、やっぱりスタートから使うっていうのはあまり考えづらいし、よりレベルの高い相手になればなるほどね。なのでマグワイアに関しては金額によっては売却というか、もうほぼ売却路線で考えているのではないかなと。でマクトミネに関しても、まあ、出番が失われつつある、かつまあパフォーマンスの安定と、まあ、判断っていうところと、まあ、もろもろやっぱりね比べられるのがカゼミロになってしまうので、まあ、トータル的にちょっと能力差的にね厳しいところがあるかなっていうところで、厳しいと。特にまあ技術面でねこうカゼミロにはねないというか、カゼミロも結構ねダイレクトでパス出して素晴らしいパス通す時もあれば、まあ、結構そのパスでね、自分たちのまあ危険な、シーンにつながるみたいな時もあったりするんで、その分やっぱり例えばマクトミネがキックのところで、まあ、カゼミロ以上に蹴り分けられるとかだったらね、残された可能性もあるんですけれども、まあ、その辺でもちょっとねカゼミロと比べるとっていうところがあるんで、まあ、総合値的にちょっとこう落ちる選手をわざわざ残しておく必要はね、もしかしたらデハグからするとないのかな、それこそボランチの選手取ろうとしてるなっていう報道を見るとねちょっと厳しいのかなと。でファンデベークに関してはですね、私松個人的にはですけれども、あの何度もね話してるんですけれども、チームがより構築され始めた時に多分彼のパフォーマンスはもっと評価されていくことになると思うんですよ。多分、まあ、サッカーを普段見られている方ってどういう基準でサッカーを見られているかって人それぞれもちろん変わると思うんだけれども、やっぱり選手っていうのは確かにスーパースターが集まってるとはいえど、対戦相手も当然スーパースターだと。なのでその中でこうしのぎを削っていく中で、そこで違いを出せる選手ももちろんいます。例えばエンバペとかメッシとかね。でも彼らは本当に特別で本当に抜きに出てる人たちだと。でもそういった選手たちが全てではないと。もちろんそれぞれの地域とかそこの国で素晴らしい成績を出したとかでこう上り詰めてきたね選手たちばかりが集まってる舞台ではあるんだけれども、やっぱりねあのそういった集団が集まってる中では個人で打開できない瞬間もあると。人それぞれの個性だったりスタイルだったりプレースタイルっていうのもそこにね、影響されてくるわけなので、やっぱりその個性っていうのをうまく生かす、かつ生かされるような組織の構造になっているのかっていうところもやっぱり相当重要なポイントになってくると。なのでその点ではファンデベークっていうタレントはもうまさしくその組織に、左右されるタレントなんですよね。やっぱり今までのサッカー、スールシャールだったりラングニックになってくると、まあ、カウンターベースだったり人の質に頼るサッカーしてるんで、組織として構築して相手のブロック崩すとかっていうシーンがほとんどなかったでしょ。あくまで個ベースっていうところがあったので、やっぱりその中でやっぱりファンデベークの個性は生きないと。なのでよりこうアグレッシブかつハイラインの中で人が多く関わってくるテンハグのサッカーがこの先より浸透して、人も揃ってきた中で間で受けるクオリティとフリーランニングが非常にうまいファンデベークがそこに絡んでくると、僕はもっともっとね彼の評価っていうのは上がってくると思うし、まあ個人的にはブルーノと併用していってほしいと思ってるんですよ。やっぱりブルーノの個性っていうのも素晴らしいし、ブルーノは特別です。本当に素晴らしいタレントだと思います。これはもう揺るぎない。だけども、まあ、今のパフォーマンスとかね、まあ、直近の試合とか見ててもやっぱり疲労度って相当溜まってると。ってなった時にやっぱり組織的にね構築された段階の時にブルーノを常に使い続けたいっていう気持ちはもちろんわかるけれども、やっぱりパフォーマンスの低下に応じてやっぱり別のタレントを使ってブルーノを休ませる。で逆にそういうことをすることによってブルーノのね尻に火をつけるというか、自分もね定位置確保できてないぞっていうところをこう認識させるっていうところを、チームの中心選手にもまあ認識させるっていう上でもですね、ファンデベーク今確かにねあの評価っていうのはちょっと全然違ったりするけれども、個人的にはね残してあげてほしいなというか、彼の頑張りっていうのをもう 1,2 年見てあげてほしいなっていうふうには個人的に思ってます。あくまで個人的にね、人それぞれの考え方があるんでわからないですよ。はい、でもまあ一応売却される可能性ももちろんあるかなと。でエランガですね、まあ、エランガに関しては、まあ、右サイドメインの選手になってくるかな、まあ、もしくはまあワントップもまあできなくはないっていうところだと思うんですけれども、まあ、背後の駆け引きのところでちょっと勝負するタレントですね。幅を取ったところからの仕掛けでこうチャンスメイクできるタイプではないので、特にワイドで使われるタレントがまあアントニーだったりとか、まあ、ラッシュフォード、ガルナチョで、状況によってまあブルーノですけれども、ブルーノはね、まあ、守備のところとか攻撃のところでやっぱり判断がいいので使われているので、
まあ、その両方をね持ってないって言うとまあ失礼ですけれども、ちょっとこうチャンスメイクというよりも使われる側に近いタイプの選手なので、まあ、例えばワントップに、例えばベホーストがね、もう少しこうポスト安定したりとかした中で、その背後に抜け出していくっていう中で、例えば 4-4-2 の形で、ベホーストと例えばエランガの2トップで、まあ機能するみたいなこともあるのかもしれないですよ。でも現状やっぱり 4-4-2 の形を使うことは多分相当ないので、まああまり考えられないんでね、今の戦いぶりを考えていると。多分それだったらラッシュフォード真ん中持ってくるでしょ、多分。ってなると多分エランガはちょっと厳しいので、放出されることは仕方ないかなと。で、マルシャルですね、マルシャルに関してはですね、まあ、確かにオンザボールの質は高いと、まあ、とにかくフィニッシュの質も高いし、まあ、ドリブルの緩急とか、まあ、抜くっていうこともねある程度提供できるっていうところではあるんですけれども、まあ、現状のユナイテッドの流れを見ていると、まあ、マルシャルは間違いなくもう左でポジションはないんですよ。ラッシュフォードとガルナチョが多分今メインでしょ。でワントップのポジションじゃあマルシャルなのかって言われたら、まあ、ベホーストが相当信用されてるし、やっぱりチームメイトの信頼も今すごく熱いじゃないですか。ゴールを決めた後の味方の表情とかもそうだし、まあ、我々サポーターもベホーストが普段見せている献身性っていうのは、まあ、常日頃から感じてる方が多いと思うんですね。本当にクロート好みの選手だと思うんですよ。なので彼は来シーズンも僕絶対残しておくべきだと思うんですね。もう完全移籍で買い取るべきだと僕は思ってるんですよ。でもじゃあ彼がワントップのポジションの軸でいいのかって言われたらそうではないと。もちろんやっぱり得点を取れるね、センターフォワードっていうのは本当に必要ですので、じゃあその役割をマルシャルに担えるのかって言われた時に、やっぱり押し込んだ中での、まあ、多彩さとか、ボックス内での駆け引きとか、まあ、高さとかもろもろそのストライカー色というところで違いを生み出せるのかっていうところでは、やっぱりオフザボールの質のところはやっぱり懸念点が多いので、マルシャルに関しては。なのでやっぱりオシムヘンの噂が上がったりとか、ハリー・ケインどうこうみたいな噂が上がってるということは、まあそういうことなんだろうなということで、まあオシムヘンが来る来ない関係なしに、まあ申し訳ないですけれども、マルシャルに関してはまあ早い段階から売却を考えていてもいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい、というかまあその方向がベースになってるんじゃないかなとは思います。はい、で彼らがじゃあ、まあ、売却されるされないっていうところはもちろんね、まあ、まだまだわからないですけれども、まあ、彼らをまあうまく売却できたとして、まあ、100億近くのまあ金額を得れたということになると、まあ、この資金をまた使えるということなので、まあ、補強資金に充てることができると。で現状、まあ、ユナイテッド補強しなければならないポジション、まあ、どこかと言われたら、まあ、間違いなく一つ言えるのはセンターバック。まあ、ゴールキーパーも当然ね、まあ、そうなんですけれども、まあ、センターバックは間違いなくそう、そしてワントップ、そしてまあボランチも1枚取りたいかなというところで、まあ、合計4つのポジションもしくは3つ、まあ、このあたりがメインになってくると。でゴールキーパーに関してなんですけれども、報道が出てるのはほとんどディオゴ・コスタですね、まあ、ポルトのゴールキーパーですけれども、彼ばっかりですね今見るのは。一時期ねウナイ・シモンとかロベルト・サンチェスとか、ラヤとかね、ブレントフォードのラヤとか、この辺りかな、まあ、が大体噂に上がったりとかしてたんですけれども、最近はねこうスペイン人のゴールキーパーの噂よりもディオゴ・コスタの噂が結構立ってますよね。でディーン・ヘンダーソンの話題とかもあまり見ないので、基本ベースコスタ狙ってるのかなっていうところは今の報道をベースに考えると、まあ想像はできると。ただまあお金が高いんですよ。多分80億近くかかるでしょ。ってなると、その資金作れるのか、他のポジションに当てながら作れるのかっていうのは、正直難しいところがある部分もあるんじゃないかなとは思うんですよ。なので、ゴールキーパーに比べると、選手層が薄いと言われているセンターフォワード、センターバック優先にお金を使うのは仕方ないことだと思うので、僕はデヘア残留がもしかしたらその点でもテンハグとしてはお金の資金繰りのところで、まあ、仕方ないって言ったらちょっとまあデヘアに失礼ですけれども、まあ、そういった方向になってるんじゃないかなと思うので、来シーズンのゴールキーパーに関しては僕デヘアだと思ってます。
もちろんね、ディオゴ・コスタが来たりとかヘンダーソン戻ってくるみたいなことになるかもしれないですけれども、今の流れでいくとデヘアじゃないかなと。はい。で、フォーバックに関してなんですけれども、右サイドバックに関してはダローとワンビサカ、もうわざわざもう取る必要ないと思います。ワンビサカも本当に良くなってきてますし、ワンビサカの本当に守備対応と高い位置でのスライディングでの回収からのショートカウンターは本当に武器になると思うので、彼の個性を放出することはユナイテッドにとって の損失になりかねないとパフォーマンスで示しているので、わざわざ取る必要はないと思いますし、まあ、ダラトと個性が被るような攻撃的なサイドバックはもう取る必要はないと思います。非常にバランス取れてると思います。で、左のサイドバックですけれども、まあ、ルーク・ショーの替えは効かないので、まあ、ルーク・ショーがベースで、もちろん彼が怪我してしまうとちょっとまあね、マラシア1枚ではちょっと厳しいなっていうところはあるんですけれども、まあ、わざわざ取る必要はないかなというところですね。で、センターバックですけれども、まあ、アリサンドロ・マルティネス、バランは絶対。そして1枚ね、まあ、取るということですけれども、まあ、報道とかね、見てると、まあ、ユリアン・ティンバー、まあ、過去にもちょっとラジオ投稿しましたけれども、まあ、ティンバーがベストじゃないですかね。まあ、現状のユナイテッドの報道とか見てるとね、まあ、ボールを運ぶこともそうだし、まあ、運ぶこと以外にもね、まあ、技術的にもレベルが高いし、視野も広いしね、まあ、キックも多彩だし、フィードもいいものを蹴れると思うんで、まあ、あとは右サイドバックでも使えるっていうね、そういった能力も持ってるので、まあ、いいんじゃないかな。ティンバーでいいと思いますよ、僕はね。はい。まあ、あとはリサンドロ・マルティネスとね、アヤックスでコンビを組んでいたっていうところもあるし、別のタレントをもちろん狙いに行くこともいいですけれども、まあ、ティンバーベースでいいと思います。で、あとはまあ控えにリンデロフ。まあ、リンデロフはね、控えでいいと思います。はい。というかね、控えだったら彼、本当にいいと思いますけどね。まあ、状況によって試合にも出して、パフォーマンス、コンディションの安定っていうのも図っていきながら、使っていってあげればいいと思うし、まあ、マグワイアに比べるとプレス体勢もね、持ってる方だと思うし、右足のキックは結構いいもの蹴れるしね。うん、だから、この4枚でいいんじゃないかな。はい。で、ボランチですけれども、まあ、カゼミロ、フレジー、で、まあ、エリクセンも、まあ、ここに含めていいのかな。まあ、ここになるのかな。うん。で、ここに関してなんですけど、まあ、フレンキーって、まあ、よく言うじゃないですか。で、フレンキーに関しては、つい先日メディアで、バルサでプレーすることに喜びを感じてるみたいなコメントを、自分の口から言いましたよね。まあ、よく言ってるんだけどね。だから僕、確かにね、フレンキー取れたら確かにいいと思うし、エリック・テンハグとしてもやっぱ欲しいと思うんですよ。もうゼガヒでも欲しいタレントだと思うんです。もうテンハグが欲しいと思ってるならね。まあそれならもう取ってあげてもいいと思うしというか、まあ、まあ彼次第というか、まあバルサの行動にもよるんだけれども。でも、まあ諦めることも一つの選択肢なんで、例えばまあ彼が来ないってなるとね、まあ現状報道とか見てると、誰が出てるんだろうっていうところで、まあ皆さんも調べられてる方多いと思うんですけれども、マテウス・ヌネス、ウルブスのマテウス・ヌネスとか、あとはフラムの、ジョアン・パリーニャを狙ってるんじゃないかなっていうところが報道されてたんですけども、マテウス・ヌネスに関しては、てかもうこの2人ともスポルティング出身ですよね。ヌネスに関しては、推進力があって、技術レベルも高くて、フィジカル的にも整ってて、キックもうまいっていう、まあ、ボックスとボックスである程度仕事できるタイプのより攻撃色の強いタイプだと思うんですよ。で、特にやっぱり今のユナイテッドを考えた時に、まあ、フレンキーを欲してるところから考えると、まあ、低い位置からボールを運べたりとかビルドアップで絡めるタレントを欲していると。なので、まあ、ヌネスに関してはその辺もうまく絡めるでしょうし、フィジカル的にもまあフレンキーよりもあるだろうっていうところで、まあ、プレミア適性っていうところもね、もうすでにパフォーマンスで示してるんで、まあ、その辺で狙いに行くことは悪くないと思います。ただまあ競合が多いので、まあ、リバプールだったりとか、まあ、シティは狙いに行くのかちょっと分かんないけども、まあ、リバプールメインかな。まあ、この辺りとの競合になってくると思うんで、ちょっとまあ分からないし、金額的にも多分70、80とかかってくると思うんで、まあ、金額次第にはなると思いますけれども、まあ、狙いに行ってるタレントは悪くないだろうと。で、ジョアン・パリーナね、まあ、本当にハードワークできるボックス・トゥ・ボックスの選手で、まあ、技術レベルも安定していて、まあ、プレミアリーグに来て初年度でこれだけのパフォーマンスができる、まあ、ヌネスもそうなんですけれども、
よりこう守備のところでもハードワークできるタイプかな、ヌニェスに比べると。まあ、ヌニェスもある程度できるんだけれども、よりこうエリア広く、まあ、あの守備できるタイプだと思うので、まあフレジとちょっと役割かぶるんかなっていうところはあるんですけれどもね。なのでまあ彼が加入することももちろん想定されるし、もちろん彼に関してはフラムで相当いい結果出してるんで、フラムがねそうやすやすとまあ売らないだろうっていうところもあるんですけれども、まあでも彼も噂に上がってますね、はい、なのでまあ正直ボランチがね一番わからないんですよ、誰が来るのかっていうのが。もう本当にいろんな選手上がりすぎてて、それこそベリンガムとかもね名前上がったりしてるくらいなんで、本当に誰が来るかわからないです、本当にわからないんですけれども、まあ今回は予想を立てる企画なんで、来ると予想するのはフレンキー・デヨングを押しておきます。はい、まあ無理だろうっていう話ではあるかもしれないんですけどね、なんやかんや時間かけてくどい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 て来てくれませんかで来てくれるみたいな、それこそまあバルサの状況もわからないとかになってくるとね、まあいろんなことが左右されてのことになるのかもしれないけれども、まあ、フレンキーと予想しときます。はい、まあ自分の本心を言うとわからないんだけどね、はい、そこはちょっと許してくださいよ、本当に当たらなくても許してくださいね、本当にそれは本当に許してくださいね、それは。はい、で、次は2列目ですね、2列目なんですけれども、まあ、右はアントニー、まあ、ブルーノも使われたり、まあ、サンチョもいるしっていうところと、あとはね、まあ、僕よく言ってるんだけれども、エリクセンをね右で使ってほしいんですよ。あの右で使ってダロと右サイドバックに使ったりすると、あの関係性非常にいいので、あのお互いの特徴を考えるとね、なのでそういったサッカーもね考えられると思うんで、エリクセンはもう2列目プラス、まあ、ボランチ、まあ、両方使えますみたいな考えでいってほしいなと思ってるんで、まあ、あくまで個人的な意見ね。だけどまあ右に関してはもう十分人はいるんで、もう取りに行く必要はないのかなと。でトップ下に関してもブルーノがいて、まあ、サンチョも真ん中で使われたりしますし、まあ、ブルーノがいてベホもいて、で左に関してはラッシュフォードがあるなんで、2列目に関してはね補強する必要はないと思います。誰かが出ていくなら取りに行くのもいいけれども、現状出ていく可能性の選手いないでしょ、多分この2列目の選手でね。ってなるともう動かす必要はないし、無理にお金を使う必要はない。でワントップ、ここですね、はい。まあ、僕がね一番推してるのはオシムヘンです。まあ年齢も若いし、まあ、チームも今非常に若返りを図ったりとか、こう年齢のバランスも非常にまとまりが出ているチームなので、今のユナイテッドは。でその辺でやっぱりこうその先をね想像していくことを構築していく上で、年齢が若いやっぱりオシムヘンを狙いに行くことは悪いことはないと思うし、今の彼のパフォーマンスを見ていると間違いなく世界の有数のセンターフォワードの一人にも仲間入りし始めてるんで、まあ、この個性をねやっぱりカウンターをベースに戦うこともできるユナイテッドだったら生きると思うんで、個人的にはもうオシムヘンを推してるし、もう来季の予想はオシムヘンと思ってます。ただもちろんハリー・ケインが来るみたいなことも想定できますよ、想定できますけれども、個人的にはオシムヘンでいいんじゃないかなっていうところはありますけどね、はい。というところが私松の来季の予想スカットです。なのでゴールキーパーはデヘア、フォーバック右から、まあ、控えはちょっとまあ許してくださいね、まあ、ダロトと想定しますね、ダロト、でティンバー、リサンドロ・マルティネス、ルークショー、まあ、バランも一応含めてますよ、センターバックね。でダブルボランチカゼミロと、フレンキー・デヨングで、右にアントニー、トップ下ブルーノ、左にラッシュフォード、ワントップビクトル・オシムヘン、こういった形になると思います。はい、で、彼らを獲得することに必要な資金なんですけれども、まあ、推定だいたい300億近くかかるんじゃないかなと、まあ、フレンキーがだいたい100億近くで、オシムヘンも150とかかかってくるでしょ、で250億近くになる。でティンバーを取るとなると、そんな3、40で取れる選手ではないので、まあ、50、60、70ってかかるとなると、まあ、300億はかかってくるだろうと。で売却することで得た資金、まあ、もし100億円手にすることができたとしたら、まあ、100億円をその資金に当てたとしたら、まあ、大体200億ぐらい
を、まあ、ベースに考えたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで以上でございます。これがですね、私松が来期の予想スカッドを立てた前編のお話になります。後編に関してはですね、また後ほど、まあ、日を置いてまた投稿させていただくことになるとは思うんですけれども、最初に紹介した通り、後編に関しては噂に上がっている選手など関係なしに私松がチーム構築を行っていきますし、選手放出も選んでいきますので、ぜひそちらも聞きに来てください。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。